どうも、鉄森チャンネルの森ちぃです。本日は愛媛県の松野町にあります JR 松丸駅にやってまいりました。こちら松丸駅はですね、 JR 予土線という路線の駅でございます。松野町の中心駅ということで非常に立派な駅舎ですが、こちら実は駅はですね、松野町の施設になっておりまして、松野町ふれあい交流館で、2階には森の国ポッポ温泉という温泉施設、温浴施設が入っております。駅前にはですね、足湯なんかもありますし、こちらには商店街があります。まずちょっと駅前をちょっと散策してみようかなと思うんですけど、こちらね、宇和島バスの停留所もありますね。で、商店と一緒になったような感じですね。なんかすごい雰囲気がありますね。魚屋さんかな、動きに出てますけど、なんかいいな。お、パチンコ屋さんかな。え、パチンコ屋さんあるんや。なんか趣のある商店街ですね。松野ホールって書いてます。武器を記念館って読むかな。いい感じの、いいな、これ昭和を感じる、本当ですね。松の方が、残念ながらやってはいなかったですけど、これいいじゃないですか。なんかのぶしっていうね、のぼりが立ってますね。愛媛のお酒みたいです、のぶし。いいですね。酒蔵、これめっちゃいいわ。今日は祝日なんですけど、祝日にこういう国旗が掲げられてますけど、なんかすごいロケに使えそうですね。なんかこうドラマとかの。いいな、松丸街道っていうらしいですね。ずいぶん離れたとこまでやってきましたけど、このね、パチンコ屋さんがすごい気になって歩いてきちゃったんですよね。というのが、ちょっと今駅の足湯を取りたいんですけど、ちょっと女性2人が入ってたんで、あんま女性を取るのは良くないかなと思いまして、先にこちらに来ました。松原駅というのはですね、もともと宇和島鉄道っていう鉄道会社の駅として、1923年大正12年に開業しました。はい、では松原駅に戻ってまいりましたけど、こんな感じのね、駅前も舗装されてすごい綺麗なんですよ。もうこういうローカル線は過疎化が進んでるんで、駅自体も駅舎があると、こう JR が管理しないといけなくなってしまうんですけど、町が管理してるような感じで、非常にお互いがウィンウィンになるような感じなので、すごくいい例だと思います、この松丸駅は。で、それの証拠に、ここに駅の入り口に JR 松丸駅連絡口っていう風に書いてあります。連絡口なんですよ、入り口じゃないんですね。駅のベンチです。よく見ると車輪みたいになってますね。で、この綺麗な木目のベンチですけれども、じゃあ杉ヒノキじゃないわ姫ヒノキっていう愛媛のブランドのヒノキで作られているみたいです。南予さん、ヒノキ材を使って制作しています。わ、これ綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。木に印刷してる、すごい、めっちゃ綺麗です。大正時代の施設、宇和島鉄道の機関車をプリントしていますね、木に。すごい技術ですね。
駅前の足湯です。こんにちはどうですか、足湯気持ちいいですか？これ無料なんですよね。ね、駅の前に足湯があるなんてすごいです ね。2階には、森の国ポップ温泉っていうのがあるんで、後で入ってみたいと思います。では駅の中に入ってまいりました。駅の中といっても松野町ふれあい交流館の中なんですけど、松野町の観光案内なんかもこちらに展示されてあります。こういうの僕結構好きなんですよね、見るの。こういうパンフレット類なんかもここに綺麗にディスプレイされてて、これも姫ヒノキが使われたゴミ箱です。林業が盛んなところなんですかね。何でしょう、あ、かご森城っていうのがあるみたいですね。駅はすごい立派なんですけれども、一面一線のホームが、結構広くて窮屈な印象は全くないですね。森の国ポップ温泉下車駅というふうに書かれております。でこの2階が温泉になっているみたいですね。であちらには道の駅虹の森公園というのがあります。でこちらの虹の森公園というところにはお魚館っていう水族館があります。この水族館は、水族館行ったら大体海の魚が多いと思うんですけど、こちらは淡水魚が多いんですね。アカメなんかもいっぱいいて、あとペンギンやカワウソもいますよ。で入場料金も900円ぐらいなんでお得です。ぜひ淀線を使って来てみるのもいいんじゃないでしょうか。ずっと待っとるね、お利口さんや。ワニです。寝てます。ここはひろみ川です。お魚館、お魚館側から撮影しています。森の国ポップ温泉に入ってみたいと思います。葵くん、はい入りますか。はい、じゃあ中はちょっと取れないんで、入った後の感想をまたお願いします。はい、ちょっと
中はねちょっとピーになってしまうんで。そうですね。ピーになってしまう。そうですね。じゃあ撮りたいと思います。ああ、じゃあ入りたいと思いますけどね。値段、葵くんは160円です。めっちゃ安い。520円でもリーズナブルやのに。子供に優しいですね、松野町は。160円やったら、葵くんでも払えますか？払いますね。じゃあ、入りたいと思います。近所にあったら入りますよ。あ、そうですね。毎日行きますね。お風呂気持ちよかったですか？気持ちよかったですか？どんな温泉でした？綺麗ないいとこでしたね。ああ、よかったですね。岩風呂みたいな感じでね。外気浴が気持ちよかったね。ああ、外気浴がね、うん。また来たいですね。水はちょっと苦手だけど。そうなの？え、そうなの？カワウソさんって水のとこ住んでるのに？え、そうなの？でも気持ちよかったんだ。うん。というわけでね、松丸駅の旅でしたけども、すごいいいとこでしたね。君にも出会えたしね。これから鉄盛りチャンネルについてきてくれる？じゃあ一緒にこれからも頑張りましょう。ではまた。バイバーイ。